はい、皆さんこんにちは、アジでございます。大航海時代2ですね、やっていきたいと思いますよと。ごめんなさい。今から向かうのは、あれですね、ボルドーに行って、もう60何日経ったかな、多分経ってない気がするんですよね。でもそれでも一応確認に行ってですね、できてなかったらクエストを受けましょうと、いうところですね。で、よいしょ、港移動でボルドー3ページ目ね。ボルドーはどこだ、123と、はい、ボルドーね。で、次の借金取りで、ただまあいいところはあれですね、航海士が手に入るっていうのはいいですね。なのでまあ考えれば航海士を増やすのに借金取りのクエストを受けてもいいんですけど、あとはまあボルドーで船の具合を見て出来上がったかどうかね、ガレオンが出来上がったかどうか見て、で、うん、で海賊船でも今海賊やっても負けそうな気するな。一騎打ちになったらもう終わりだもんね。一騎打ち断れないし、いやー、簡単に一騎打ちできるかなと思いましたが、それか普通の商船を襲うか。ポルトガル、我がポルトガルと敵対してるところだね。はい、ボルト早いね。ほんとこの船めちゃくちゃ早いわ。ベニチアから8日で来ましたよ、8日で。さあ、はい、何の用だい、仕事の斡旋、海賊退治、商品輸送、ストックホルム港からヤッファ港へ荷物を運ぶ仕事があるぜ。ああ、これはちょっと受けれないですね。商品じゃなくて、借金取りだね。さあ、親父に出来上がったことが聞いに行きましょうか。さあ、はい、余談な船が出来上がってるぜと、はい、引き取りましょう。で、もう一隻、頼みましょう。もうガレオンだね。誰やりよかったな、驚くほどのスピードでしたね。これ中古とのね、中古と新品だと何が違うんだろう、変わんないよね。あ、でも最大積載量450、最大積載量450もあったっけ。ちょっと待ってね。はい、最大積載量キャパシティ、あ、450あるね、あるわ。おお、そうか、あったのか。じゃあ何が違うのか分かんないね。いや、またガリオン頼みましょう。方法心臓とはやるじゃねえかと、とりあえずガリオンね。で、あとオランダ周りか。ちょっとオランダも行ってみたいね。こいつを作るかい、フリゲートね。まあ作りましょう。材質は銅張り、いいですよと。金貨7000、7万2000枚かかるので、59184まで、59184、はい、お客さんにはかないませんねと。アゴ、イギョ、ウできてるから、ええか、次は。カタカナで、エゴだね。で、決定と。はい、スイフは、最低で45でいいです。でもあれか。70ノーで、もう一回、まあ、とりあえず100にしましょうか。これでキャパシティ決まるんでね。とりあえず100にしましょうか。でも200でいいか。もう商いはしばらくしなくていいですしね。200でいいか。
200の訪問70、うん、いいですよと。船ができる60日かかると構いません。で、改造、選手像で、ウーゴーね、ドラゴン、はい。で、これでよしとしましょう。あ、ほんで武装か。で、これだね。で、ウゴね。カノン砲ね。は？どういうこと？この船には武器は積めないぜって。はい。なんで積めないのかい？教えてほしいんだけど、なぜ積めないのかい？武器数ゼロになってんね。カノン砲。なんかまずったのかな。いや、でも、最大武器70って書いてんね、ここに。乗組200にしてるからかな。そんなことあるの？よくわかんないね。最大積載変えたらいいのかな。6000必要だ。あ、これもう変えたもんね。セーフ100人にしてみましょうか。半分で70でしょ、さっき。はい。で、武装、ウゴ、カノン砲。あ、200にしたらダメなんだ、これ。200人積んだら武装積めないの？そうだった？よくわかんないね、もう。で、この船ドックに預けたいんですけど、ここじゃドックに預けれないので、これ預けれないんですよね、ドックね。ね、ドック。ほんとわかんないわ。ドック出てこないし。で、じゃあ、とりあえず酒場行かないとダメですよね。で、ただ、非常にこれめんどくさいね。乗組員割合、これね。で、運航に 100%。 今はね、運航に 100% にして、で、この船は、感染情報で何人？ 45 人？最低運航が45人ですね。最低運航45人なので、いや、お金が無駄に流れていく。45人ね。はい、先おごりましょう。はい。で、追付雇いましょう。はい。で、45人。はい。45人で、ウゴに45人追ましょう。で、ロッコさんがまた乗っちゃったので、航海者と話しましょうか。で、酒場女さんと話しましょう。情報、調査依頼しましょうか。ダメよ、忙しいの。あら、そう。これもおべっかいるのか。で、この状態にしてやっと船を出せるので、そうだね、船やっと出せます、これで。で、これで、出航補給しましょうか。こっちに100ぐらい積んでたらいけるんじゃないですか。十分。ボルド行くだけなのでね。はい、出航しましょう。約26日間。はい、どうぞどうぞ。で、せっかくなので、人物情報で、ロッコさんは何持ってました？あ、測量持ってると、
測量持ってる人を副長にすればいいんだね。ジョアンさん、あ、これ私だね。あ、ごめんなさい。ヤコブさんは会計だね。ファンさん、アルベドさん、チェザレさん、測量持ってる人いないね。ニコロさん、あ、ニコロさんいけるわ。じゃあニコロさんを、副長にしましょう。日が、よいしょ。で、人事変更でニコロさんを副長にしましょう。ニコロさんね、はい、ニコロさんを任命しましたと。で、で、港移動できるんですよね。これでリスボンを迎えましょう。で、このガレオンを、ちなみにですね、ちなみに今感染情報、あ、いや、感染情報じゃダメか。船長だね。船長、船長変更で、うわ、19出るの、ガレオンで。あ、やっぱ、公開、でも、これ見る限り、もう全然ガレオンでいい気がするな。あー、ガレオン4隻でちょっと、もうただ問題はあれなんだよね。はい。なんかガレオンで十分いけそうな気がしてきました。で、もう十分いける気がしてきたね。どうしよう。いや、とりあえず、とりあえず今ガレオンが3隻あるんでしょう。ドック、ドック交換、ウゴと、シーゴかな。うん、乗組員5人を解雇することになりますが、あ、そうなんだね。ではちゃんと入れ替えておきますと。やっぱすごい人はスピードめちゃくちゃ出るね。なのでね、ちょっといろいろ考えちゃうな。で、ちょっとね、見に行っておきたいところがあるんで、もう一回あれ受けましょう。クエストね。あ、で、結局売りに行くから寝ないといけないのか。はい。で、もう一回、クエストを受けて、ダメだったら、諦めました、借金取りね。あ、こっちになっちゃった。もう銀行との違いが分かんない。分かんない。どこだっけ。交易所銀行。ギルドがどこかなですね、まず。ギルドがどこなのか。これかな？あ、これだね。はい。借金取れたとありますね。またベネチア。ベネチア好きだね。わかりました。ベネチアまで向かいましょう。で、その前に船を売らないといけないね。また海路とか言われたらちょっとしんどいんだけどね。船を売るためはこっちかな。あ、これだね。で、売却。シーゴね。もったいないけどね、考えたら。シーゴもったいないけど。また後で買えばいいか。はい、売りましょう。はい、買い越しいいですよと。はい、これでいきましょう。いや、ただね、ほんとね、ガレオン1隻で動いてもいいのか。
いや、うん。じゃあこれでベネチア行きましょう。はい、補給行きましょうか。あ、いや、足で行けるね。ベネチアだったら出港しましょう。はい。もうロッコ先生ね、すぐ船乗りたがるんでね、もう副長はあの人に任せましょう。ベネチア、ベネチア好きだね。まあベネチア本店なのかな。一応セーブしときましょうか。いやー、一騎打ちができるかなと思って期待したんだけどね、こうなったら本当に海賊退治になっちゃうか、私がいろいろ商船を落とすからね、あ、敵対してる国の商船を落とすか、本当に海賊をするかだね。悩ましいね。あ、と思ったらいい時間になっちゃったね。でもこれ、この船ほんと早いや。めちゃくちゃ早いね。あの船長のとこ、船長人事のところに出てるスピードと違う気がするんだけどね。はい、でここで、あ、じゃあね、ちょっとこの辺までにしておきましょうか。大航海時代2終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。